さあ今回はね、Steamでタワーディフェンスゲームを探したら見つけましたね。こちらのルナ&モンスターズ TD というゲームの体験版を遊んでみます。さあこのゲームね、来月配信開始されるらしいね。日本の開発元が作ったゲームみたいで結構珍しいですね。 Steamにあんまないので。で、まあ、このルナっていう猫が主人公なのかな。でモンスターズが敵というところだと思うんですけど、このゲームね、システムがちょっと変わってて、まあ、ビジュアルは普通の、まあ、カジュアルなタワーディフェンスゲームっぽいんですけど、なんかね、資源を、まあ、そのタワーディフェンスのマップ内で同時に作っていくと。で人工かマナかみたいなの選んで、まあ、タワーもそれぞれあるんですけど、それをうまくね、戦術的にこうどっちを優先するかみたいなのをやっていくんじゃないかなと。まあ、やってみましょう。ハイスコア、これね、やったことないですけど、こんな出るんですか。でこの右上のが敵の種類だと思いますね。あと情報はないかな、あんまり。さあルナ劇場な、これなんかネットでね、ネットサイトでルナ劇場配信されてるみたいです。まあ、可愛らしいキャラクターたちがね、まあ、コミカルに掛け合いすると。これクイーンビーもね、味方っぽいんですけどね。どうなんだろう。さあ来ないでーと、まあ、こうルナね、ちょっと可愛らしいおちゃめな感じなのかな。人を怒らせるような。始まりましたけどね、牧場建てて人口増やそうと、ね、さっきの感じから一転してもうめたいですけどね。この人口が一つリソース、左上のこっちやね、この人マークの方が、これを自動的に増やしてくれると。これを増やすことでタワーを置けるようにするわけだね。これで時間で人口が増えていくよと。で右下、これゴブリンがこれ来てますよと。次この卵のやつかな。この進行の UI ね、可愛らしくていいかなと思うんですけど、でこれ4つのタイプがありまして、あ、こう止めちゃうとこうなるのか、ちょっと今あんま考えてらんないかな。でここにも何か置けるんですけど、これ人のやつと魔法のやつがあって、魔法の方が種類が多いみたいだね。どれがいいかがちょっとわからん。とりあえず置いとこうか。でもね、この卵対空だと思うのよ。ここに置こうかな。じゃあ対空砲だよと。でどう置くかがね、多分大事だと思うんですけど、ちょっとむずいな。ちなみにこれガードのやつがユニットを展開するんですけど、ここどっか大丈夫かな。これは攻撃しないかな。対空8、池8、よし、ナイス。さっきの残ってたやつね。対空がメインなのか今は。8がラッシュ仕掛けてきてる。で左下のこのスコアで星が決まると思うんですけど、ダメージ食らないと高いのかな。はい、危ねー。で次スライムっぽいから撃って、例えばここにキングオーガ、オーガを兵士として召喚する。人間も出すか。人間もいけ。でこれあげようかな。さあ範囲が広がってます、大事だろうと。あとてか一箇所あるね。人にしよっかな。あ、てか聞いてない弓。なんかこれは使えないっぽいですね。これは硬い的には効かない。あれ硬いのかな、じゃあ。魔法焼き尽くす。で、この大砲は範囲ダメージがある。あー、なるほど。あ、これ対地なんだね。この弓が両方いけるみたいなことか。どうこれで。魔法のやつ強化してみるか。より生産できる。わあ、でも結構来たね、一気にね。やばそう。いけ。ここが重要だな。いや、空しんどいね。
増やせ増やせ。ああまずい、通っちゃ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 うけど、これか、池電気通してくれ。やばい、結構いったのかな。あがめっちゃ減ってるめっちゃ減ってるめっちゃ減ってる。え、負けたの今ので、一発で。むずいですね、思ったより。説明もういいよ。スライムか、抜かれ、まあ、ちょっと違うタワー試そうかな。じゃあここ、これもうこれなんか違うのにしてみる。十分に敵を即死させるか。遅いけど強いのね。いや魔女でしょ。魔法に振ってみようかな。でも人いないと魔法のこれも上がんないんだもんね。やばい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 、大丈夫か。ここ防衛はありと思うんだよな。これちょっと人とりあえず置いとく。とりあえずで、対空がいるわけでしょ。ここでいいと思うんだけどな。蜂はね、対空としてだいぶ強いっぽいね。あ、やばいやばいやばい。速度を遅くするダメージなし。やばいやばい。何でもいいから作れ。危ない。で、まあ、ここは対空を継続しよう。ここら辺あんま置いてないか、そういえば。あのスライムをどうするかだよね。これ味方を回復するらしい。で、マナの、あ、マナ取るようにするんだね。危ねえ、なんとかなんとか間に合い、なんとか間に合い。間に合ってくれ。間に合ってくれ。お祈りです。これ売るか。ここにさ、これを置けば入らない、これ。マナの取得量を増やすみたいな。ゴブリン裏切らせる、寝返らせる。あ、遠距離なんだね。ブロックじゃないんだ、確率。あーっと、あいつ行っちゃった。あれ、ナイス、炎で。なんとかなったけどもと。ちょっと待ってよ。これ売っちゃおう。これこれこれ置いてみようか、遠距離のやつ。やべ、間に合え。人よ、あーっとナイス、ギリギリまでやった。あげとけあげとけ。これ忙しいね。内政も結構重要で、まあもう上がんないですけど。あ、てか対空ないな、こうなると。魔女じゃしんどいんじゃないの。やめとこやめとこ。勝ちよ、多分、88。後半しんどいな、これ多分。さっきと流れ違うから。あ、てか蜂も来るんだね。こっちもいるけど敵、あ。なるほど。OK、ギリギリ耐えてる、ギリ耐えてる、ギリ耐えてるけど。ここの対空意味ないのかな。ちょ、守れ、守れ。魔法使えるからそこで踏ん張ればいけるぞ。これ楽しいね。あ、寝返ってる、あ、寝返ってる、寝返ってる。ナイスナイス。寝返らして戦わせると。いいですね。あ、ボス来る、ボス来る。大丈夫かな。あ、聞こえてきたぞ。あ、え、それ寝返ったゴブリンが入れたのかな。持ってくれたんですよね。燃え切らんか、あれ。うわ。ゲームオーバー条件が分かんないけど、スコア下がってる。あー、これ、いかれたかな。対空少なすぎた。あ、てか、これいらないか。やっぱ今更遅い。手遅れっぽい。いや、めっちゃ対空不足だね。空軍が抜けてきてると。最終ウェーブだけど、あー、で、こいつも、そっか、ボスは、空だもんね。いや、もうボロボロじゃない。
案外いけてんのかな。いやもうダメでしょ、こんな入ったらダメじゃない。な、結構さっきより入ってもそうだったんですけど、まあまあ警戒するとして、これ3、あー次余ればいけるか。一応遅くして燃やすっていうところで、あ、右行かれるとしんどいな。右ここで守って支援無理か、難しいですね。右だけ少ないよね。左に行くやつここから回るわけでしょ。あ、まあ両方でも同じルートなのか。まあ魔法使いかな、ここは魔女ですかね。うん、数で補って、こんないらんかなってなる。いやでもまあ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 、いた方で右よ、右、肝心なら右だね。こう対空でよかったかな、こんだけいるなら。あげれるあげれる。あー右ちょっと突破されてる、こんなに硬いのに。押し押し、でも強いの倒したよ、勝ちにしてくんないかな。あでもゴブリン抜けてくるけどいけんじゃない、かろうじてクリアだね。いや対地上っぽいと一切使ってないんですけど1なのかな、なんかゼロ、ちょっとゼロゼロですか。じゃ次行ってみるか。ほーん、制限なし。あ、これ味方にも、何も敵にもいるんでしょうね。凍えちゃうよーと。小さき者よされ。なんか言ってるよ。絶対絶対言ってる、絶対絶対。それは知らぬ。ルートが分かんないな。さあまた牧場建てれるところから始めようと。牧場以外の進みが分かんないですね。どのタワーがどれくらいいるのかみたいな。どのルートで来るんだろうな。ゴブリン裏切らせるってちょっと気になったけどね。あれ結構使えたと思うんですけど。これか。いやこれいいじゃん。あれ4個もあるんだね。あ、硬そう。弓万能だけど多分器用貧乏っぽいよね。やっぱ死なない。いきなりにらめきついんじゃないの。あ、そんなすぐ折れんだ。使わせないのかな。三段砲行ってみるか。あー麻痺ね。ただここにないとダメじゃない、もう遅いかな。これこういうことですよね。止めて撃つ。さあマナが溜まればここにキングオブリン寝返らして、寝返らないですね。あれ対空です。でも最初2体入ったら死ぬんでいやまた死ぬんじゃないこれだと。あですね、もう絶対そこ残っちゃうな。何がこれは刺さるんだろう。対地上、対地上、あでもこれ行くじゃあ投石で敵を粉砕する。あ、さっきと違うのかな。
いや、どこだろうって、ここかな。で、体育をここら辺に置いときたいけど、さっきより死なないぞ多分まずいぞ。まあ、意味でも結構いけるもんか。最初じゃあこれは、こうやって別に場所を選べるもんね。ここに移動するみたいな。そこで戦術が練れるわけだよね。だここで敵が止まると思われるから攻撃するよみたいな。さあここ出すわけよ。とともに戦えばどう？今までと違って通さない戦術。対空はもう何もないけど対空はないんだけれども、とダメージ、でもダメージ高くて早く打てるからクイーンビーは強いんだよな、どう考えても。遅くしてこれでどう？こう対空、対空ゾーン、足りぬ。あれ、待て待て待て、危ねえ。そこを撃て、止めろ。ナイス。ここ対空しかないから何も起きない。ここは魔女とかにするか。いやでも通っちゃうかな。ここにすればいいんじゃん。もっともっとキワキワの。無理かな。あそこが限界というか。そこなのね。さあ敵を止める重要性が高いか。案外空が来ないな。撃ってしまおう。人数だよね、とにかく。でここにいたらだいぶ止めれないかな。突破させねえぞと。やっぱり空かまずいな。そこなんとか勝ってくれ。対空がねここ何にしような。ストーンゴーレムとか当たんないかな。いやでも当たるか。ここがあるもんね。逆にじゃあこれいらないかな。でも空真ん中から来るもんね。防げ防げ。いや地上はねいいと思うんですよ。問題はね対空だね。対空、空ってあんま多くないから即死でもいいのかもしれないな。これ即死にしよう。持つかな。持つか。持たないか。あれもでも7までいったね。じゃあここにしようか。この地図いいな。でもこのキャラってあれだね。でも全員使えたね。敵だと思ったけど味方にもいる感じやかな。こいつが最初の面いたやつかな。なんかこことここがね、そう見分けがついてないですけど、まあ、対地上でいたはずで。さあなんかねカテゴリーが異なる4つの、まあ、タワー群から選んで、そっからね、まあ、対地上か、まあ一応多分地上と空両方いける弓とかのカテゴリー、魔女とかね、主に対空のやつとユニット出したりユニット裏切らしたりするやつとかがいて、まあ、どっかで敵を止めて撃つと。でどっかでは対空ね、あれ置く場所が大事みたいな書いてあったけど、対空の場所が難しいですね。今の場合真ん中だったと思うんですけど、横の方で陸塗りと押さえてなんとか倒して、ちょ真ん中でね
対空をするみたいな。ただ対空だけだと地上が全然やりきれないんで、その数ですよね。だ魔女多分一つ、魔女というか魔女そもそもなしで、ストーンゴーレムかな、あれ強化して止めたとこストーンゴーレムドンみたいな。でもう片方は8なのかな、多分ダメージ的に。遅くするペンギンもいますけど、ちょっとね、単純に火力不足っぽかったんで、うまくね、もっとタワーがあればいいですけど、まあ、両セット使ってなかったんで、使えばどうにかなったかな。タワーがね、道の向こう側にはなかなか攻撃できないんで、射程的に。その配置が重要ですね。ある種、まあ、決まりきってるというか、ね、射程があんまないので、配置がとにかく重要っぽいですね。